皆さん、おとぎ話の始まり始まり。山の向こうの森の向こうの広い海のずっと向こうの空でもなければ陸でもない、そんな村での物語です。おじいさんには息子が3人おりました。大きい息子は利口だけれどうぬぼれや、真ん中の子はどっちつかずの波の出来、一番下がイワンのバカ。Thank you.
長生きはしたくないものだ。もう嫌だ、もう嫌だ。こんなに畑を荒らされて、小麦は踏まれて泥まみれ。生まれてこの方、こんなひどい目に遭ったことはない。3人並んで腰をかけ、ここがシアンのしどころです。そうだ、いいことを思いついた。交代で根津の番をしよう。とにかく守らなきゃ。小麦泥棒め、きっと俺たちの手で捕まえてやるぞ。さて、取り残されたイワンの出番。寒さに凍えちゃならんぞい。腹が減っては戦ができんぞい。さて、一発ぶちかましてくっか。